アスコイティアは、スペインバスク自治州ギプスコア県のムニシピオ。公式名は、バスク語のアズコイシャ。アスコイティアは、ウロラ川の谷の中流部に位置しており、バスク山脈に囲まれた小規模な中石平野を中心としている。谷自体を除くと、地形はやや起伏が多く、標高は市街地中心部が113メートル、自治体の最高地点が950メートルである。コマルカとしては、ウロラコスタの構成自治体の一つである。近隣の自治体には、東にアスペーティア、北にマダリアが、南にエロスアや、アラツェレカなどがある。かつては、ウロラ川に沿って、ウロラ鉄道という狭軌鉄道が走っており、内陸部のスマラガからアスコイティアやアスペーティアを通って、カンタブリア海沿岸のスマヤを結んでいたが、1986年に運行休止となった。アスコイティアの旧市街の対岸、アスコイティアは、イエズス会の創設者であるイグナチオ・ロヨラの母親の生誕地である。ロヨラの母方の祖母マルティン・ガルシア・デ・ロヨラは15世紀、中頃にバルダの塔を購入した。1467年7月13日、マルティンの娘マリア・サインス・デ・リコナ・バルダは、東隣のアスペーティア出身のベルトラン・イバネス・デ・オナスイ・ロヨラと結婚した。当時の結婚契約書は現存している。アスコイティアの中心部から数キロ、アスペーティアにあるロヨラの聖火は、イエズス会によって博物館として保存されており、主要な観光地となっている。2004年12月31日時点で、の人口は 14,496 人であり、性別人口は、男性が 5,234 人、女性が 5,262 人だった。また、年齢別人口は、年少人口が 1,349 人、生産年齢人口が 7,073 人、老年人口が 2,074 人だった。ありがとうございます。